ここからこの前亡くなったあの方が網走番外地の場面で燃える館に飛び込むところなんてうちのベランダから見えてたんですけど、ね、その当時は途中に家がなかったんですからね、はい、で先生志教育プログラムをやりまして、子どもたちの中から自分が人生でどんなことやりたいのか、うん、そういうも志を一文にしまして、そしてあ、ね、はい、でこれをですね、違うね、はい、こんな感じで、こんな感じで寄せ書きをしまして、はい、まあ、日照記に寄せ書きするみたいな感じで。ああ、なるほど。正しい感覚だね。これ今学校とか、あとは社会人教育でもですね、こういうのをさせていただいて、でこれをつなげていって大きな志にしようと、大志にしようと、はい、で2020年にオリンピックスタジアムでこれを垂らさせていただこうと、はい、そういう計画を今立てております。2020年の東京オリンピックの時ですね、はい、オリンピックスタジアムにこれを垂らすと。でこれは公式キャラクターにしてですね、この先生のイメージと未来を、はい、そしていろいろな活動していきたいと、はい、でこれをもとに漫画も作りたいなと思っておりまして、先生のイメージもいろいろお聞かせていただけたら、はい、大変ありがたいなと思います。上手な字ですね、これね。これちょっともうかなり大人ですけども、はい、この間伊勢の南東中学校というところもやりましたし、塩釜ですね、塩釜の中学校でもさせていただきましたし、いやこれはじゃあオリンピックが楽しみですね。そうですね、はい、で下村大臣も賛同者になっていただきました、安倍昭恵さんも、はい、はい、じゃあお伝えいただきたいんですが、はい、今ちっちゃい子供たちや小学生はつまりおちびさんですね、はい、あれするな、これするなっていうのが多すぎるんですよ、はい、川で泳いでいかん、海で泳いでいかん、はい、これはしかし私ずっと同世代を見てましてね、はい、ガキの時にですよ、はい、暴れ回ったのは元気なんです、うん、全部、はい、それでほとんど運動しなかったのは早死にします。これはもう間違いない事実なんですね、うん、ですからやっぱり若い時、特に幼稚園から始まって小中高、高校、大学ぐらいまでね、はい、暴れ回って泳ぎ回り、駆け回り、登り回り、その間に怪我もしますよ、時々ね、うん、はい、でもそういうのはね、みんな元気がいいんですよ。でそれをやらずに勉強だけ、あるいは自分の目的意識のためだけに机に座り続けた人間は、はい、大体平均的に60歳前後で他界してますね、うん、ですから子供の時で運動するのがいかに大事なことか、だからあれするなこれするなというのもうまくバランスをとって、うん、子供たちが体を動かして暴れてね、はい、勉強ももちろん大事ですけど、勉強暴れることも勉強なんですよ。転げ落ちたり木の枝が折れたりすると落ち方を学んでいくんです。うん、だから子供の時に得得したその体験が命を救うことがあるんですよ、はい、大人になって。なるほど。だからそういうのでね、あれするなこれするな、特にナイフを持たせない運動から始まって、はい、それがひどくなっていったでしょ。うん、それがね、弱い大人、うん、というか命を失うような原因になりかねないですね。うん、私らの頃はもう何の規制もなかったですから、はい、まあこれはむちゃくちゃで、これをやれとは言いませんけど、私は関門海峡のあららんで泳いでた悪ガキですからね、はい、で川で泳ぎ、
山道を登り、山を登り、何回木の枝が折れて落ちたかわからない。はい。たら受け身を覚えていくから、あの転倒した時にキョロッとしてるわけですよね。だからあのそういうのもあの必要なんで、あの子供たちの時の若い時の体験が命を救うこともあるし、あの自分を伸ばすんです。これはもう間違いないですよ。だからやっぱり暴れ回ることですね。運動がスポーツも含めて運動が大事です。はい。で、この志をこの志フラッグに書くだけじゃなくて、神社にも志奉納しようと。今も奉納するというそういう文化がなくなってきてますし、年間500ぐらい神社がやっぱりなくなってるんだそうです。で、はい、この産砂神社という言葉ももうなくなってきてますし、で各地域で志教育やってこれに書いて、そして各地の産砂神社ですねに奉納したり、あの自分の生まれたところですね、そういうことをできるようにしたいというふうに考えております。私は母親の実家がお寺の隣だったんですよ。はい。本来 の、 九州生まれの九州育ちですが、先祖の地は愛媛県大洲市ですね。でそこの運搬の新谷の瑞安寺というお寺が同級生で、かつ私の家の隣なんですね。だからお寺の本堂で竹刀や木刀を持って剣道をやってました。そうですか。一撃食らって左目に大怪我したこともありますけど、それで山へ登りで龍馬脱藩の川で泳いで、泳いでる時が肱川のとこと合流するところあたりで泳いでる時が昭和20年の8月15日の正午ですね。その時小学校2年生です。ですから普段暴れ、それから今度は父親が戦地から帰ってこないので、で帰ってきて1年半か2年後に帰ってきて、今度は山の中腹で雲を下を見ながら暮らしましてね、文教場に通うのに山道を歩いていくわけです。で途中で蜂の巣を襲うんですよ。襲われるんではなくて蜂の巣を襲うんです。首地という罠をいっぱいつけて、鳥を取って食べたい一心でね、でそういうことをやりながら行き来してたんです。だからスズバチをよく刺されて命を落とす子供もいますよね。はい。あれは我々は十分知ってたんですよ。どうやればという、はい、だから刺された友人もいますけど、死に至ったのはいないですね。私も2回攻撃に仕切って巣を奪い取るわけですからね、むちゃくちゃですが、ずーんと追っかけられて、一回は座り込んでじっとこう体固めてたら、ブブ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 って頭の上で旋回してるんですよ。で様子を見てるんでね、それで動かないからわからない、こう目だけ動かして見てると、帰っていくんですよね。で、二度目はね、もう逃げられない。それで石ぶつけたんですよ、撃墜してしまいました。奇跡ですよね。あんな、小さい鉢に石ぶつけて落としたんですね。本当に奇跡ですよ。だからそういうことをやって散々暴れ回ってたんです。だから魚取りも散々やりましたしね。関門海峡では沖に格座している戦争中に撃沈された輸送船まで泳いで行って、そこは漁礁になっている。そこで魚を取って帰ってくるときに貨物船の腹くぐりとかね、行き帰りにそのあるわけですよ。そういうことをやってるわけですよ。そしたら船員さんがスクリューに気をつけろっつって大声で語ってくれる。だからそういうのだから絶対に溺れないというね、その自信もあるわけですよ。で実際にバヌアツ、ニューカレドニアですね、激流へ飛び込んだときにしまったと思ったけど、まあいいかというんで、こういう時はという小学生の頃を思い出して、その通りに泳いでケロッと船に帰りました。
オーストラリアの船長さんがびっくりしてましたいいわグッドセーラーって褒めてくれて、はあ、それはやっぱりあのだからあの子供の時にその体験をしてなかったら私はどこかで死んでるんですよ、うん、なるほど、子供の頃にこう活発に活動してチャレンジしてチャレンジして、はい、それを得得してたものが大人になったらどこか人生のどこかで命を救うこともあるという、なるほど、だからあれするな、これするなというのは大間違いですね、うん、今の子供たちに言うと川で泳いだことがない、海で泳いだことがないというのも大部分ですよね。なるほど、プールと違いますからね、はい、あの自然の中ではね、で海と川ではあの浮力が違いますからね、うん、真水とあれでも私はアマゾン川でも泳いでピラニアが足こすっていきますナイル川でも泳ぎましたし、いろんなところ行ってもう とにかく悪ガキはもうあれはあの大人になっても抜けないんですね、うん、そう、まあそういうわけでして、うん、興味があることこういうのにあの子供の時から興味があって、はい、なぜか無意識のうちにこうねオリオンの三つ星とかそういう記憶があって、はい、うん、で父親はあのパイロットでしたから航空部隊でしたからあの南方から戦後1年半抑留されて帰ってきて、はい、でその時にあの夜間飛行してるとなと、静かな海に空も映って上だか下だかわからんと、うん、星の海を飛んどるみたいなんじゃって言ったんですね。あ、だから星の海という言葉はそこから私が頻繁に使うようになったんです、うん、だからで火星人はおるかって聞いたらおるかもしれんしおらんかもしれんという、ね、うん、だからあの本当にちっちゃい時からそういう想像をしながら書いてた、うん、それからあの無意識のうちに、はい、皆さんもそうですけどあの先祖代々の遺伝子にあの左右されてるんですよ、うん、あのなんていうんでしょう、これは恐ろしい事実、私は自分ではっきり分かりましてね、うん、あの最初に見たのは安芸の宮島 の, あの鳥居の場面なんですよね、あの風景と、はいはい、それから鹿が近づいてきてあのしたら小鹿だったんで近づいてきたらこうおんぶされてるから上から見て親父がその鹿は角が生えかけて伸びかけてるから危ないぞって言ったら向こう伸びたのがいるんですね。ああ、それでニョキニョキって行くのを楽しみにしたら伸びてくれないんですね。で家族の記念写真なんですよ、はい、で姉にこれ俺いくつだったって言って生後1ヶ月半ぐらいかなって言い出してました、ね、うん、それなのにその言葉も何もかも全部記憶してるわけです、はあ、それから2年ぐらい空白があるんですね。そしてそれから自分がの記憶が、うん、だから最初はあの遺伝子の作動なんですね、あれね、はあ、うん、であまり風景が見事だったんで遺伝子が言葉まで正確に伸びるとか危ないとか、うん、あの その鹿はという生後あの1ヶ月半ぐらいでそれを理解してるわけですね、うん、だからあの遺伝子 の作動というのはものすごいんですよ、うん、だから我々はあの何百万年もの間生きてた先祖代々の遺伝子が あの集まりなんですね、うん、それを埋め込まれて進化してるわけですよ。あの遺伝子のあのあれをお見せします。ああ、これ自分の絵なんですけどね、これね、ああ、中学生の時に八千草薫さんの顔写真をね、ああ、あのこう自分で修正してあの小さい、うん、女性誌に載ってたの、姉が買ってたので、こうやって、でこの黒襟なんかなかったんですよ、それを書き込んでたんですよ。それでこうやって自分好みに修正してしまいましてね、あ、そうなんですね、八千草さんに謝りましたけど、ね、それで自分の守り神にしてたんですよ。
名刺ぐらいの大きさの写真です。友人の家の隣が写真屋さんだったんです、うん、そうして、今から10年か15年前に出てきた写真、こうでしょ、それも八千草。違います。違うんですか。昔の遠い先祖です。あ、はあ。これ。はあ、似てますね。その修正まで同じでしょ。黒襟がこう書いてるでしょ。はい。そしたらこっちも黒襟なんです。から影もこう同じようにしてますよね。はい。こうですね。不思議な。不思議なあの遺伝子の作動ですよね、うん、それを自動的にこれやってるわけですよ、うん、ここに影つけて、うん、こっちにも影があるわけです、うん、ですからあの そういうふうにあの最初は無意識のうちに遺伝子が作動してるんですよ、うん、これは中学生の時の仕業なんですよ、うん、で出てきたのはここです。ですから、不思議な現象はみんなそれに支配されて、はい、成人になるわけですね。なるほど。これは出たばっかりの本です、ね、青年誌で女性をいっぱい書き始めたこと。オランダ・オイニーの話も先生されてましたよね。そうです、そうです、ね、シーボルトの娘の、うん、そういうあれでのじゃメーテルもなんか吉永小百合かと思うんですよ、ね、ね、そうだね、一瞬それで面白いんですよ、あの写真の記憶のね、あの遺伝子の記憶はね、鏡に映ったみたいに陰影が逆なんです。で私は右あの左側を顔の左側を暗くする癖があるんですよ、うん、でこういうの見たら逆なんですよ、全部綺麗な人か、賢そう、あのその親戚はまだ、うん、あのずっといて、この前会ったら、うん、不思議にやっぱり似たのがいっぱいいましたね。で先生、この顔にも似てますね。似てます ね、 ね、あのそういう顔を無意識のうちに描いて、だから その顔に支配されて、これに描いてるあの自分が一生懸命綺麗な女性を描こうと思ってる、みんなそういう印象になってる、ね、なるほど、話すがね、おばあさんの印象、うん、あ、おばあさん、ひいおばあさん、ひいおばあさん、私の親父の母親、うん、親父のじいさんの母親です、ひいひいばあさん、ひいばあさん、はあ、でそれなんか高校の時に描いた絵ですよ、まだ何も知らん、それも似てるでしょう、なんとなくね、だからあの不思議なあの現象がみんなそれで支配されてるわけですよ。だから好き嫌いってあるでしょ、顔に嫌なやつだとかで、会って話をするとパッと変わりますよね、印象がね、見ただけでは嫌なやつだという、だから人の好き嫌いっていうのは遺伝子に支配されてる。だから先祖の誰かが本当に嫌な思いをさせられた相手みたいな顔が通ると、うん、あの路傍でね、はい、あの出会ってすれ違うと、あの嫌なやつだってと思うんですよ、はい、それはどこかご先祖がひどい目に遭ってるわけですよね、嫌な思いをしている、うん、ところがそう仕事でパッとあの顔は最初見た時に嫌なやつだと思って、仕事でパッと会うと、はい、パッと消えるんですよ、はあ、で自分のものになる、あの記憶、あのあれになる、記憶になるわけですよ、はあ、だから風景なんかでもね、私はあの四国九州でしょ、はい、全部が仙台へ行った時にね、なんかものすごい懐かしかったんですよ、空を見上げても懐かしかったんですよ、はい、
したらあのひいじいさんぐらいのあたりに一人仙台出身のがいたんですね、うん、でそれの血がまず流れてるわけです、うん、あの遠く、うん、だから64分の1ぐらいですか、うん、64分の1なんで、だからなんか不思議な印象を受けましたね、うん、それを本能的に感じる。なるほど。だから子供たちもその自分の好みとかで夢を見るのはまずは遺伝子に支配されて起こるわけですよね。進化とはこういうもんだなというのはよくわかりますね。そして子供たちの夢をあの傷つけてはならない。だから夢っていうか志というか、あの子供の夢っていうのは大成すればすごいことになりますからね、はい、あのちっちゃい頃の好みで分かりますよね、大体ね、なんかどういうことをやりたいんだっていう、うん、私の弟はそれで工学博士になってロケットを作る、うん、ロケットいろいろ、父親はパイロットだったでしょ、はい、ですからそういうあれで、私はドキンガンになったんで、あれですよ、パイロットは志だったんですけど、やめて、うん、あのあれですあの漫画家になったわけです。なるほど。でもあの、飛行機に乗ってたら、機長が来て私を作る。どうしましたかって言ったら、俺だ、高校の時の同級生なんです。はあ、それがあのジャンボの機長様なんです。うん、お前飛行機好きだったのついてこいっつってね、ああ連れて行ってくれて、ああ面白かったですよ、うん、で今より緩やかな時代ですから、はい、今はもう操縦席に絶対入れませんからね、うん、俺の時はもうあのコンコルドでも何でもさあおいでっつって操縦席に入って、はい、あの大西洋上で墜落実験とかね、いろんなことを やりましたんでね、ああ今あんなことやったら逮捕して機長もクビですよね、うん、だからあのそういうなんか不思議な本能的なものがあるんですね、うん、そのマインズアイとはどういう関係があるんでしょうかね。私自身のですか。はい、その DNA とマインズアイの関係、だからそれが自分の志の中でもしその道を歩むことができれば、後悔なく何事かを成し遂げると思うんです、はい、何事かを必ずです、ね、ですからあの それをやっぱり非常に大事にしなきゃいけないです。だから子どもの少年少女の好みですね、好みというか志ですよね、これをあの邪魔してはいかんと、傷つけてはいけないと。だからあれするな、これするなというのは大間違いです、うん、ただその生命に危機が及ぶような場合はあの大人が見てる、ね、うん、それこそ私の貨物船の腹くぐりで作りに気をつけろよと注意してくれてるわけです、うん、それからあの八丁路漕いでるあの漁師さんが、うん、あその記念には記念っていうんだよね、あれね、記念には気をつけろって長い八丁路でしょ、あれで腹こすられると避けてしまうんですね、はあ、それからあのサメに食われないために、はい、あの六尺ふんどしをこう垂れ流してるやつ、うん、そしたら大きく見えるでしょ、はい、大きく見えると襲わないんですよ、うん、自分より大きいものは襲わないんですよ、うん、サメは。でも中学2年までスポンポンで泳いでね、学校の帰りにちょうど武蔵が船でしたあの海岸で、はい、あのそういう泳ぎ方をしてた関門かけで泳いでたんですよ、はいはい、中学2年でバババッと脱いでカバンをあそこら辺に置いて半分石かぶせてそれから飛び込むわけですよね、うん、海へとしたら1学年上の中学生の女の子が中学2年になってフルチンはおかしいだよって言われてね、はい、それからふんどしをするようになって我々の頃はスポンポンでね平気で泳いでたんですよ、女の子の前で。あ、中学2年にもなってフルチームはおかしいだいって面白いでしょこの会話もね、うん、あそうかって言うんで、で漁師のせがれの一緒に泳いだのから
そうそう貸してくれて借りて面白かったですよ。じゃあ巌流島も近くですか。巌流島まで行こうとしたんです、はい、でもついに行けませんでした。何度やっても行けませんでした。あの危ないんですよ、あそこは狭いし、はい、船の交通量が非常に多いのと、うん、ちょっと無理ですね、うん、でも巌流島そのものには行きました。それであの海岸で海と木刀でチャンバラごっこやりましたよ、はい、武蔵と小次郎になっているのが、はい、だからそういう体験が今度はした歴史に興味が湧いてくるでしょう、うん、ずっと。それから黒船が来た時にそのまた瀬戸内海側で黒船と長州藩が大砲を撃って戦ったりいろいろしてるでしょ、はい、そういう場所にも全部行きました。あの辺は歴史的な場が場が非常に多いんですよ、うん、それからあっちの熊本の方に行けば熊本から鹿児島の方に行けば西南の駅のあれがありますか、はい、そういうのに興味を持つと今度はそう一生懸命調べるわけですよ、うん、そういう本を読むわけです、うん、だから興味というんですか、うん、興味というのは趣味が結局何かの形で生涯を制するようなものに出会うわけですよね、みんなね小さい時に、うん、趣味的なことから、はい、好きなもの、はい、その道を選ぶわけでしょ。なるほど。だからその邪魔をしてはいかない。でこの絵はその子供たちの夢を背中に背負ってるわけですね。背負ってるんですよ、夢を背負って、はい、夢のトランクですね、はい、それが徐々にこう流れ込んでいくわけです、うん、で成人するほどその思いっていうんですかね、はい、志の自分は何をやりたいかというのがねだん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 発見してきますよね、はい、うん、それから逆にあるんですよ、何をやるしかしょうがないと、うん、あっちをやっても俺はダメ、こっちをやっても俺はダメと、うん、これが大丈夫だと思いますよね、はい、そういう目的意識と、それから自分の楽ぶり抜けられる道を探すというのが大事で、絶対壁に当たるようなところを選ぶととんでもないことになりますよね、挫折感を味わいますから。それはね、無意識のうちにあれはできない、これはできないって自分で理解していきますよね、高校生ね、うん、みんなそうだと思うんですよ。それから各家庭の経済状態から立地条件、いろいろな場所的なものもいろいろ違いがありますからね、はいはい、能力は同じでも同じ方向へ行けないわけですよね、うん、私も自分が工学機械工学科に行ってロケットを作るという夢だったんですけど、貧乏でとてもじゃないか行けなかったんです。だから弟にお前行けと、俺が行かしてやるなんて 大口叩いてね、それで自分は漫画家になって、うん、で下宿で描いてる時にその原稿料で弟が東京に来て全部の大学を受けたんですね、志望校、はい、何校か全部合格したんですよ。ああ、ところが九州から東京に来て兄弟2人来てしまうとまた費用の問題とかいろいろあるんですよ、下宿料とかいろいろ、はいはい、だから弟は九州帰って九大の機械工学部に行きました、はい、大学院まで行って博士号を取って、うん、水野市塾校で就職して、うん、その技術本部の技官になったんです。でいろんなものを作ったわけです、うん、だから私は大洞付近に近いんですけどね、こちらはね、はい、空想科学ですから、うん、SF ですから、それを言ったことを弟が実現してるわけですよ、うん、言ったものを作るわけですよ、うん、ね、面白いですよ、兄弟 の、 分業ですね、はい、そうから友人との分業もあるんですよね、うん、俺は何になりたい何になりたい、お互いに疎遠してて、ああ、でやっぱ本当にそうなってるんですよね。なるほど。お互いの志を知り合う関係があるわけですね。で、その
パイロットになったのも、あの、あれですよ、あの、その在学中からそういうことを言ってましたんでね。はい、だから、面白かったですよ。うん、でもそう、でもだから少年の日、少女の日の夢が、夢でいいんですよ、うん、夢が生涯を制するということですよね。先生、その夢とか志を神社であのお祈りするとか、そういうことはされましたか？あの、お寺ですから、あの、神様、仏様と、うん、自分はこういうことがやりたいというね、あの、将来あの漫画家になるか、宇宙とことになる、ロケットを作りたいですと、よろしくもね、お守りくださいっつってね、ポンポンと叩いて、でただあの供え物そのものがないんですよね。はい、でも隣があのお寺だったでしょ、はい、だからそれもまたそのお寺にね、何か知らないけど刀や槍や薙刀が全部投げしにかけてあるんですよ、うん、不思議な環境ですよね。瑞安寺という有名なお寺、瑞安寺、それの次男が私の同級生で、でこいつとあの柿の木に登ってね、柿かじってたら二人です枝に座ってしたら、お前松本10年経ってもオラを忘れるなよって言うんですね。小学校1年生の時です。6つです、早生まれですから、うん、誰が忘れるかこの野郎って言って、言ってた途端にね枝が折れて二人で墜落しました、ね、でも落ち方はもう慣れてるわけですよ、うん、友達と柿を分け合おうと思ってこうやって切り出しナイフで切ったら自分の手まで切ってしまいました、ね、はあ、でもまず食うのが忙しいわけですよね、うん、で食ってそれからです。でもその時自分の手を切ったから、切り出しナイフというのはあの人に向けちゃいかんというんで、うん、あの鞘に入れると、あの必ず筆箱の中に入れまして、ね、あの絶対人に、で五郎丸というあの黒いナイフでこう折りたたみ式のこの小さなナイフ、あれはポケットにいつも入れてた、だからそういういろいろなことを、あの少年の日、少女の日の学ぶことって多いですからね、うんうん、私は亀がね、あの甲羅が脱げるもんだと思って子亀を捕まえて引っ張ったんですよ、そしたら首が伸びて死んでしまいまして血が出てきたんですよ。コーラとか、あの体は一体だったんだと、カメちゃんごめんなさいって言うんでね、お墓作って、もうそれからはカメには絶対いたずらしなかった。迷ってる、陸上も迷ってるのがいるんですよ。それは必ず捕まえて、川に返してやりました。それってそういうふうにこう、事実も学んでいくわけですよね。それからどの蛇がやばいかどうかというのを、蛇何十匹殺したかわからない、何百匹になりますね、うん、青大将を見つけると必ず殺すからって、で、あの川底の石の間に手突っ込むとグニャッと、うなぎを捕まえたら引きずり出したら青大将だったりする、うん、下もぶん回してぶち殺すわけですよ。向かってくる蛇がいたから、この野郎蛇の分際でなと、あの木の枝で叩いて叩き殺してぶら下げて帰ったら、ばあさん曰く、お前なんでそんなもの持って、それ毒蛇よって言われて、山かかしだったんだよね、だからこう向かってくるわけですよ。それをぶち殺してケロッとしてるわけでね、こっちはね、だから今でもそこその場所に帰ると懐かしいですよ。ここで俺は山かかしをぶち殺したとか、ここは青大将を取れる、そういうのが残ってるわけですよね。だから先に蝉を取る、スズメバチの巣を襲うんですよ。襲われる側じゃなくて、襲う。だから、あのアシナガバチなんて簡単ですよ。バーッと突撃すれば、バーッと飛び散るわけですよ。あの、で巣だけちぎってね、はい、走っていくと、わーっと戻るでしょう、はい。で、戻ってもいないわけですね、はい、もうね。追っかけては来ないですよね、あの蜂は、ね、あ、そうなんですか。ただ時々同時踏んで捕まえた蜂の巣の中にいたやつに刺されたことがありますけどね、うん、
蜂蜜、あの、根っこのところでキュッと舐めるんですか？舐めるんですよ。噛むとね。そう。キュッと出てて、こう引き裂いてね、あの、蜂の巣を開けて、綺麗な六角形。あれ、ああいう自然との触れ合いというのは非常に大事なことなんで、うん、でも今やれやると学校で怒られるんでしょうな。でもやらないです今の子は。やらないですよね。お墓の中に地鉢なんかすごいの作ってね、もう甘いんだけど、あの、お墓の中に、あの、あれ、蜂の巣があったのいっぱいありますね、うん、すごいよ。私もよく大きな蜂の巣取って持って帰ったりしました。はい、あれいいでしょ、引っ越し出してね、はい、すごいすごい大きな蜂の巣ですよね、あれね。で、そうするとそれは自然との接触体験になるから、はい、いいあの体験ですよね、はい、あのいろいろ学べるし。先生の名言は僕いつも使わせてもらって、うん、創作は体験に根ざすって。なるほど。もうこれはもう美大生だけじゃなくて、もう必ず公演の時は使わせたもん、ね、うん、そうですね。クラブを体験してると、あの、本気で言えるわけですよね、はい、で、それは現実ですからね、うん、木から落ちれば、この受け身を覚えていく。これはだから、あの、チビの時から柔道剣道をやっとくのも決して無駄じゃないですよね、うん、あの、投げ飛ばされたり転んだりした時に受け身で転がって大怪我せずに済むわけですよね、はい、それから、あの、剣道なんかやってると、あの、どれぐらいならいいけどこれ以上はっていうね、あの、限度を覚えてくるっていう、はい、これ以上やったら怪我させるという、だからそういうあれもあるし、それから、あの、天候に対する予感というんですか、うん、これ危ない、そういうことを覚えていくわけです、うん、と言いつつ、私は大人になってから東京駅でアキレス腱ぶち切りましたけど、三段跳びやったために、ああ、東京駅でですか、ベルが鳴ってるから飛び乗ろうと思ったでもうエスカレーターじゃ間に合わないんで、階段を駆け上ってちょっと広いとこあるでしょ、はい、あそこを飛び越えようとしたんです。ああ、踏み切った時にブチンと行ったんです。ああ、痛くはないんですよ、アキレス腱が。あ、そうですか。ジーンとするだけでね、うん、で、足がくにゃくにゃになってもう動けないんですよ。座り込んで、そしたら、なんであんたそのとこ座ってんのとから、あの、アキレス腱が切れたみたいで、切れたみたいですってニコニコするでしょ、そんなことないで、じゃあって振り回してみせたんですよ、うん、くるくる回るんですね、足が。ああ、これはいかんって救急車呼ばれました。でも救急車の時にタッカーに乗せられると布白い布かで、こうやったらね、顔だけは出しといてくれと、精神人と間違えた、下と間違うからしたら、こう覗いてたおまわりさんが、ははあんたはあれだなっつって、ね、正体がバレてしまいました。新聞に書かれてしまいました。だから危険なことについてもね、こう体験していくと、事前に予測して避けるわけですよ、うん、あれやばいと。だから、やっぱり子供の時の体験と、それから夢ですね、将来自分は何をやりたいかという、これは大事にしてあげなきゃいけない。なるほど。今言ったのは、あれするな、これするのは危険の防止の方でね、はい、心の中はまた別ですよね、うん、心というのは志ですから。でもね、正直言うとあざけられたこともありますよ、うん、先生からですよ、はあ、うん、中学生の頃、はい、本当にバカにされて、うん、もうね、でもね、先生と戦ったんです、今度は、はあ、私はね、高校の時はそうして美術部ですけど、私は派手な絵を描きたいって言うんでね、赤い姉の教会の絵というのを描いてたわけで、油絵で、ね、はい、そしたらお前の絵は派手すぎるってね、先生がぼかすわけですよ。ああ、明くる日って見たらぼやっとして、私がまたあと1週間か10日続けましてね、じゃあついに先生を筆を放り出して諦めまして、勝手にせえっつって、ね、うん、
そういうふうに感覚が違うんですよね、うん、だからあの絵を描くのはもう本当に極端に感覚違いますから、うん、あれ心で描くわけですからね、はい、あの人の絵には口を出してはいけないんですよね、お互いにね。だからその先生の描いたものはその先生の描いたもので素晴らしいわけです、うん、しかしこっちが描くときにあれこれ言われたくないわけですよね、うん、出来上がったものについて評価してくれるわけですよね、はい、あのいいとか悪いとかでいい、そういう先生との格闘戦もありまして、ああそれからあの桶引きずり出されてね、キャンプの時に、はい、あの海へ突っ込まれたんですよ、 中学生ぐらいの時かな、はい、それでね、私先生の足元でくるっと一回転してね、浮かび上がらずに泳いで、ね、岸に向かって泳いで池の続くかで、ね、ちょっと顔を出してみたりしたら先生がうろたえてます浮いてこないからまた潜ってずーっと言ってもう一回言って、もうパニックですよ先生ね、あの名前呼んでるわけですよ、でも出てこないでしょ、はい、さらに潜ってて、もうついにこう胸にあのそこがさらーっと立ち上がったわけですよ、うん、ただしばらくしたらこっち向いてほーっとしたけど、ふんと言うだけでね、あ、うん、それで反対に先生をいじめちゃったんです。あで、この絵を使って漫画とかアニメでこう志教育普及したいと思っておりまして、先生の方で何かあのこんなイメージなんだというのありますでしょうか。あの志という名の偉大な乗り物それがあの夢の宇宙船ですよ、はあ、それは未来への宇宙船、タイムマシンですよね、はあ、志が、はあ、で少年の日の志というのは生涯を支配する、うん、一種生涯、これは間違いないですよね、みんなちっちゃい時の夢が終わりでしょ、皆さんね、はいはい、それでどこかに息づいてますよね、ずっとね、はあ、大人になってもね、少年の日の夢、なるほど、だから分からないのは我々は男ですから、女性の志というのもまた分からないんですよね、これね、うん、だから神秘的に見えるわけですよ、うん、でも同級生なんかも大人になってからいろいろ教えてくれる、私はこういうのをやりたかったんだとかね、なんとかいろいろあの同窓会なんかでは教えてくれますよね、だから本当にね、から大人が流す涙、これもあの子供の時に分かってます、終戦の日にね、はい、あの学校で夏休みの最中だったと思うんですけど、とにかく学校に行ったらあの負けましたと女の先生が言って、あと何も言わないですよ、涙を流して降りていった、そういうのを覚えてますから、なんか不思議なあの思い出ですよね、それから運命というのもあるんですね、私あの昭和18年に明石の映画館で「雲とチューリップ」というミュージカルアニメーション、日本で最初で最後ですね、おそらくね、これをね、私は5歳手塚少年15歳、はい、同じ映画館で同じ日の同じ時間に見てたんです、同時に昭和18年ですよ、それは1週間しかやってなくて日曜日に彼が行ったって言うんですね、で私も姉に連れられて日曜日に行ったって、幼稚園ですから、であの人入ったら1日出ないから、うん、そうするとどこかの時間帯であの一緒に見てるわけですよね、場内でね、それが最初の江西の巡り合いです。同じ町内に住んでおられたんですか。いやいや、彼は宝塚から見に来たんですよ、明石まで、ね、はあ、で私はあの明石公園の裏に住んでたから映画館まで歩いて行ける距離だったんですね、うん、で明石の映画館で見て、うん、だから私のデビュー作は蜜蜂の冒険というのは、そういう虫が好きだったもんですから、うん、明石公園で虫捕りばっかりやってね、はい、木に登り、でまだチビだったから、あの虫の視点で 見上げるわけですよ、こう木をね、うん、でその頃から木に登っては虫を取ろうとして何回落ちたかわからない、うん、
木ごと倒れたりね。でもその映画は本当にいい映画でしてね、で手塚さんがなんで雲とチューリップみたいな漫画を描いたんだって私に言うから、いや明石で見ましたって言ったら、ちょっと俺も明石で見た、1週間だけやったんだと、戦争中のところですか、昭和18年ですからね、で日曜日に行ったって、明石の日曜日に行ったって、じゃあ同じ時にいたんだって双方でんぐりがやりました。で石森氏とは同年同月同日生まれなんです。自称日本三大アニメマニアと称して、あの映画を作ろうと、そこにあるのは自分で作ろうとしたあの五段マルチのその機能、そこカメラが上下するのがあるんですよ。今物置になってますけど、それ下宿で作ったんです。先生、やっぱり志を知り合う仲間っていうのは大変貴重なもんですか。貴重なもんですよ。だから手塚さんのアトム、手塚さんが富士見台で作ったんですよね、はい、助けてくれって夜中に電話があって、どうしましたかって言ったら、お互いあの古道具屋で買ってたんですよ、あの機材を、はい、だから映写機が壊れて編集ができると、助けてくれって言うから、私の輪にかけてボロなのって言って、はい、あのここから富士見台まであっという間だったね、はい、でそれで編集してなんとかなったんです。しかしあのあれですよ、あの古道具屋からフィルムやあの撮影機映写機を買うでしょ、はい、それで商売してると思われて、はい、3人同時に家宅捜査受けたんです。お商売でブルーフィルムみたいな、いやいや、あの風ともにされるああいう、あ本物の 35mm の映写機を買うから、それを映写して金取ってる人がいたらしいんですよ。あ、著作権侵害とかですね。著作権侵害、それで上映権侵害、 RKO だったけど、 RKO ですね、アメリカのメーカーが訴えたんですよ。それで著作権侵害で行って、一斉に捜査があって、我々もジャンク屋からそういうもの山ほど買ってましたね、フィルムもね、うん、だからあの1、2の3で3人のところへ、そのジャンク屋が捕まったんで同時に来たんです。うん、で、いろいろ 見せたら、これですよと、何のためにこれを買うかって調書を取られた、漫画映画を作るための研究用ですがって言ったら、研究用、ほいっとペンを振り出して、いやそうですじゃあ頑張ってくれよって、反対にね、あの肩を叩いて背中を叩いて励まされました。頑張ってくれよっつって、で大声で道路に行っても叫んで帰っていくんですよね。3人ともそうだったんです。なるほど、あの刑事さんも分かってくれた。だからその後の成り行きをご覧になって、ああ、あいつらかって分かってもらえたと思うんですよね。だからそのジャンク屋にも感謝してるんですけど、はい、あのこちらはその悪気あって買ってるわけじゃないですか、はい、本当に面白い時代だったですね、うん、あれだって担いでね、あの木で作ったでしょ、木の色をじゃあ撮影で黒くしようと思って、うん、家具屋に持っていて黒くしてくれって言ったんですよ。黒か値段かかるぞって、黒だったら60かなって言うからね、はい、あ、60なら家にあの下宿にあるならいいですって言って、自分で下宿で乗ったんです。で夜中にコン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 これ作ってるもんですからね、下のおっさんたちが怒鳴り込んできてね、お前一体何してるって言うから、あ、すいませんでした、撮影台を作ってましたって言った、あ、そうかと、そんならいいやって、いやいや、あの今晩からやめますって言ったら、いや、かまんやれと、ああそ何の音かわからんから気持ちが悪かったんで、ああそう分かったらお前やってもいいよと、遠慮するなって、うん、そういう優しかったんですよ、ああみんなね、うん、あの本郷三丁目の地下鉄の駅の
隣ですよ、はい、今山越しビルっていうのがありますけどね、はい、あれが私の下宿って山越し館ですね、はあ、その前が太陽館ビルっていう、これはみんながあの生活さんをはじめ大勢の人たちが全員缶詰になった缶詰旅館ですね、あの編集部から、うん、それが山越し館で、反対側が幸運館っていうあの旅館で、これ今もなんか残って残像が残ってますけど、あの巨人軍の上野部ですね、うん、あの後楽園の試合の時、はい、したら部屋からうまそうなずらーっとあれが並んでてね、お膳が、うん、ものすごくうまそうなのが見えるわけですよ、うん、で双眼鏡のボロを買ってきて見るわけですよ、でお相撲さんが来たりね、うん、それからあの夜中にブーンブーンというか下窓の下でバットを振り回してるんですよね、はい、あのからキャッチャーボールやなんか、そういう環境だったんですよ、うん、それと私は北九州育ちですけど、あの映画館が31館もあって、あの本屋さんもある、あの中尾美恵さんという歌手ね、はい、あの人の実家も本屋さんだった、ああそこで私いっぱい本買ってるんですよ、うん、私の家にも行ってるんです、 家の倉庫で学校から命ぜられてあの教科書の分類作業やったんで、 あ家にも来たのっつってね、うん、だから彼女は私に会うとあの中尾美恵ですとは言わないんですよ、あの宝文館っていうんですよ、宝の文の館です、宝文館の娘ですって言ってくれる、ね、東京人ですよ、うん、山本リンダさんも中学校のすぐそばだったんですね、はあ、実に面白いですね、清張さんのところも私のおじの家最初に住んでた時にその並びだったしね、清張さんともあの朝日新聞製本社が目の前です、うん、で五軒長屋のボロ買って、ボロ買ったじゃない借りて、目の前は鹿児島本線です、でその線路を越えていくと朝日新聞製本社、はい、で隣の親父がそこに勤めてたから行くと、製版部のおじさんはあのお前漫画描いてるなら持ってこいと、製版してやるから、はい、で持って行ったら製版してくれて、ほらこんな1000円出るんだろうかと、うん、で それはもう本当にあの製版 あの状況というのをこの目で見てるでしょ、うん、どうやって製版されるものだって、うん、だから別冊付録なんか書いた時ね、あの新人は活版だけでしょ、でも私はあのグラデーションなんかも使ってるわけですよ、はい、それはフィルム2枚重ねればいいわけで、きちんと書き分けておけばいいわけです、はい、でそれで切ってこう合わせて製版の板の上に乗せて腐食させるわけですよね、あのそれをの見てるもんですから、あの別冊付録を頼まれた時に書いたら、あの同世代がね、はい、なんでお前のだけあのグラデーションが使えるんだって言うんですよ、ね、秘密はばらさなかったです、はい、製版の技術 あの真髄を知ってたわけですよね、うん、製版からあのもうあのジンク版になって、あれあの輪転機にかかるまでを全部見てるわけですよ、ね、はい、もう大学院に通ってたみたいなもんですよね、うん、中歩く前に、うん、そしたらあの清張さんがあの全員がですよ、それは清張さんだって、そうだお前漫画描いてるんだってこれこれやろうって、サザエさんのジンク版くれたんですよ、はあ、活字と同じだけの 台を下につけたんですよ、あの金庫ね、はあ、どういうものかとか、場所的に非常に恵まれてたんですよね、それからあの占領軍のるつぼで、あのいい悪いは別にして、あのアメリカンコミックを実践とコミックを持ってきて読んで捨てていくわけですよ、はい、それ拾って売ってるおばちゃんがいたんですね、はい、で占領軍のものは売買してはならんっていうあれだったので、タイトルがちぎってあるんです、でそれは5円なんですね、で10円のはないねって聞くとね、いや俺は自分が座ってるリング箱の下からこう出してくるわけですよ、はい、完全なもの、そういうものをいっぱい買いました、でそれでアメリカの漫画を見たわけですよ、はい、うん、したらあの文章は英語でしょ、まだ小学生ですけど
読みたいから辞書との戦いになるんですよ、だから英語が比較的なんとか喋れるようになったのはそのおかげなんです。だからそういう環境も左右、作動するわけですね、はい、だからものすごい情報量が多かったんです、北九州は、ちょうどそういうものの玄関口ですから、ね、なるほど、映画もまだガキが見てはならん映画と必ず日本だってだったんです。だから自分が見たい映画見終わると今度は大人向けの映画が出てくるんです、はい、先生見つかったらやばいんですだから出る時にそこを唯一見てね、先生は終わるんだろうなって飛び出してる。僕らがね電車に乗ろうとしてひょっと言うとパチンコ屋が 2軒並んでたんですよ。そしたらなんとそんなことを言ってる先生がね、はい、パチンコ玉握りしめてねニコニコして隣のパチンコ屋に移動してるのが見えたねそういうこともありました、ね、環境が漫画家になるには非常にいい場所でした。だから北九州出身の漫画家が多いです、うん、北九州、大阪、東京なんですね、はい、それでそれが全部東京へ攻め上ったんです、うん、それで関東勢を駆逐してしまったんです、うん、大阪はなんていうか要するに赤本漫画と言われた時代の戦後の手塚さんなんかの漫画の本のルツボですよね、取り手みたいなものってものすごいたくさん洋館を見せてるしやら、はい、まだ中学生だった亡くなったんですけどね、田川紀久夫さんという天才もいまして、うん、4次元とかそういう話をたくさん書いてるんですよ。GHQ が検閲 しましたよね。しましたね。でも漫画は検閲されなかったという話を、この間お聞きしたんですけど、ほとんど検閲なしで、何でも書いてありましたね。だから面白い時代ですよ、うん、だけど初期の漫画の本は書き版と言いまして、はい、フィルムの撮影しないんですね。セルリタみたいなセルリタみたいに筆で漫画の原稿をこう書く、これがフィルムなんです、うん、だから書き版漫画って言うんですね。それで後に写真版になるようになったら完全に自分本人のものが出てくるわけですよ、うん、だからいい学習を自動的に私は受けた。それから敗戦ドヌツボっていうねあれで占領軍にこびる人とこびない人とその思いっていうかそういうものも現実にもう何年に一度かのそういう事態に遭遇したんです、うん、その前に爆撃隊が呉広島の真下に疎開してますので、ね、愛媛県の大洲市の南の方から宇和島の方から大編隊が通過して呉広島行って帰りに残りの爆弾を私らのいうところの駅に落としていってくれる、うん、で我々も機銃掃射を浴びました、うん、だからそういう体験というのは逆にそれと戦後のごちゃごちゃの体験ですね、うん、でこれがね結局物を書く人間にとっては、うん、現実の体験でしょ、うん、だからものすごい参考資料です、うん、どんな参考資料よりも激しい立派な参考資料です。うん、で食料難にあってますから、はい、1年に米の飯2回ぐらいしか食えないです、うん、正月と何かの時ですね。あとは芋だから芋飯っていう、うん、だから今でもね芋と聞くと拒絶反応が起こるんですよですかそれから粉ミルクね、あれが占領軍の配給で小学校で飲ませてくれましたね、うん、でもあれ飲みたくないっていうのも言いましてね、うん、私はそれにくれっつってね2人分飲んだりねいろいろしました。あれね、あの頃の学校は面白かったなぁとか、うん、でもそれで私中学校、小学校の頃から書いてましたね。小学校の先生も授業中に書いてもいいよと。
だけど大事なところでは言うから、あの名前を呼ぶからやめなさい、松本君、はい、ちょぱっと書くのやめて授業に入るわけです。ああ、高校の時も、あのやらない、中学の時も、あのお前漫画書く、漫画考えたいんだったら英語ぐらいできなきゃダメだっつってね、英語の先生から英語叩き込まれるから、あの主治の先生、特に本当のあれですよ。